平和を願うからこそ争いの火種を作りたくないのです。また過激なことを申すな。お前はことと次第によってはお主であってもこれで藤原も安泰だ。嘘にございます。即位おめでとうございます。公認天皇様、まさか本当に天皇になってしまうとはな。聖徳天皇のご遺言のおかげにございます。それは嘘であろう。あの聖徳天皇が私を推すはずなどない。嘘も方便にございます。井上内親王様もさぞお喜びのことと存じます。鳩が豆鉄砲を食らったような顔しておったわ。それで今日は何用じゃ。何か用があったのであろう。はい、公認天皇様に一つお願いしたいことがございます。なんだ、申してみよう。山野辺親王様を皇太子にしてほしいというお願いでございます。山野辺をか。それはちと難しいかもしれぬな。井上内親王様の手前、長部親王を立体視するしかないのは重々承知しております。しかしここでまた天武系の血を受け継ぐ者が次期天皇になどなれば、あなた様が即位した意味がなくなってしまいます。お黙ろよ。はっきりと申しすぎだ。これはご無礼を。しかし言葉を選んでいるいとまがないほど事態は切迫しております。一刻でも早く山野辺親王を皇太子に。こういう時は本人の意思を参考にするのも一つの手じゃ。言っておるのであろう、あやつのところに。お察しの通り、説得を試みてはいますが、いまだいいお返事をいただけていないのが正直なところにございます。そうか。では私も少し考える時間をもらおう。他の手も用意しておくか。770年に公認天皇が即位すると、同年に聖武天皇の子で公認天皇の配偶者である井上内親王が皇后になります。翌年には井上内親王の子長部親王が皇太子になりました。そんな中、左大臣の藤原長手が病床に伏します。お体の具合はいかがですか、長手殿。お黙ろう。いや、近頃桃川と名を改めていたな。呼びにくければお黙ろでいいですよ。参議になったそうだな。昇進おめでとう。ありがたきお言葉。これも長手殿のお力にございます。お前の言葉は嘘か誠かわからん。誠にございます。長部親王の立体視に関してもお見事でした。大した仕事をしておらんかったからな。最後に大きな仕事をしておきたかったんだ。最後だなんて、そんな縁起の悪いことを申さないでください。まだまだ藤原氏の頂点に立ち引っ張っていただかなくては。藤原を引っ張るのはお主の役目だ。わしはもう死ぬ。桃川よ、藤原を頼んだぞ。お任せください。では仕事に戻ります。忙しいところわざわざすまなかった。いえいえ。これで藤原も安泰だ。まったく最後に余計なことをしてくれましたな、長手殿も。公認天皇を即位させた意味を全く理解しておらんかったとは。藤原を引っ張れと言った長手殿が藤原の足を引っ張っているとは、なんとも皮肉な話よ。藤原北家の祖、藤原の房先の次男として生まれた長手は58歳でこの世を去ります。生前左大臣だった長手には亡くなった後に太政大臣の官職が贈られています。山野辺親王。桃川殿、立体視の件、皇太子が決まる前にお返事できず申し訳ございませんでした。いえいえ、気にしていませんよ。
それに私はまだ諦めておりませんから。次期天皇は長部親王で決まりです。そもそも母の出自が低い私が天皇になるなどありえないことなんですよ。と言っても母に恨みなどはありませんが、長部親王の母である井上内親王は聖武上皇の姫巫女、いわゆる天武系です。山野辺親王もわかっているのでしょう。私はあなたほどこの国のことを考え、この国の平和を願う人物を知りません。平和を願うからこそ争いの火種を作りたくないのです。そうですか。でも私は諦めませんよ。では失礼いたします。争いの火種を作りたくないか、言い訳にしかなってないな。また山野辺親王のところに行っていたのか。兄上、もう次期天皇は決まったようなもんだろう。無駄足じゃないか。いえ、まだ策はあります。長部親王の釣りではダメなのか。ここで天武系と天智系を交互になんてしたら、次の天皇が天武系なのかそれとも天智系なのかという争いが起きるのは目に見えております。それはそうか。しかしこの状況ではどうしようもないのではないか。最後の手段を取ろうかと思っております。最後の手段、皇太子を廃することにします。廃する？また過激なことを申すな。お前は致し方ありません。この国の未来を考えたときに長部親王では力不足です。山野辺親王でなければこの国を変えることはできません。まあお前に任せる。兄上ももう少し働いてくれると私が楽になるんですけどね。優秀すぎるというのは仕事が増えて困ります。後任天皇の子山野辺親王とは後に桓武天皇になる人物です。ただしこの時点では母である高野の新笠の出自が低かったため立太子を予想する者はいませんでした。そこで桃川はある作戦を取ります。後任天皇様、お伝えしたいことがございます。なんだ？天皇様を呪い殺そうとしている者がいるという噂を耳にしました。物騒な話だな。してそれは誰だ？井上内親王様にございます。それは誠の話か？嘘にございます。桃川、事と次第によってはお主であっても。後任天皇様は第二の道教を出すおつもりなのですか？何？長部親王はまだ若い。仏教勢力に取り込まれてしまうのは目に見えております。奴らは姑息な手段を使い懐に入り込んできますから。しかし山野辺親王はどうでしょう。すでにしっかりとしたお考えを持ち、この国の未来のためにと尽力しておられます。どちらが50代目の天皇にふさわしいと思われますか？私にどうしろというのじゃ。井上とても喜んでおったのだぞ。心を鬼にする必要があるかと。この国をいい方向に導くために。少し時間を。こたびの件は緊急を要する案件です。今ここでお考えをお聞かせ願いたい。殺すのか？いえ、そこまでする必要はないかと。称号を剥奪するだけでいいかと存じます。そうか、わかった。後任天皇様の代わりに私からお伝えしておきます。これが772年の出来事です。翌年の773年には山野辺親王が立太子されました。神仏に祈願して人を呪う呪詛はこの頃大罪でした。そのため嘘の料理をかけられて陥れられてしまった人も多かったようです。さて次回の百花繚乱歴史伝は皇后を廃されてしまった井上内親王にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。